こだ。捕まえろ。逃がすか。お嬢ちゃん、動かないで。こっちだ、急げ。ついてきて。お前何者だ。タルタリアだ。うわそん君たちは宿女公使。お前ファデュイの執行官か。はあ、そう怖い顔しないで。どうやら宿ひとまずあの女がしたことは一旦忘れてくれ。俺は君たちを助けに来そうだよ。俺は悪いやつじゃな、いやまあ悪いやつか。とりあえずこいつを倒すなんて考えはいっサンキューな騎士さん。君のモンドでだからけど、投げリーウェを統治する七星はいつ。それはファデュイのせいだと思うけど。それは否定した方がいいのかな。まあいいさ。しかしそれいいでしょう。紙に何を書けばいいでしょう。封じる。手紙に何を書けばいいでしょう。
と少し休もう。封刃。あと少し。ジュエリーは品切れ中だが、珍しいものもあるよ。かわいすぎて。どこに休みを取って会いに行きたい。ジュエリーは品切れ中だが、珍しいものもあるよ。ぜひとも冒険者協会に入会を。とっても面白いよ。ジュエリーは品切れ中だが、珍しいものもあるよ。いいでしょう。あと少し休もう。あと少し。
北国銀行。そう、ここはスネージナヤが リーウェはテイワットでも。まあ、貧乏な。はい、これを君に。これを。さてね、簡単に言うと、城を出てきたにリーウェの人々はその地。ああ、でも俺は信じ。ファデュイの。ねえおち、その真相。七星が宣言しか。こんな雑な対応、七星らしくない。おそらくもしくは別の何かを隠すためかもしれない。今来たリーウェイは千人のもと。今このリ
何者だ。なぜ勝手に絶近畿滅却の札。これは久しぶり。我は三眼五剣仙人。実は犯人がいたぞ。こんなところまで逃げていたとは。大将、これ以上絶雲の間には入れませんよ。仕方ないだろう。犯人を捕らえるのが最優先だ。想像し、彼らを送り返せ。だが、みんながそばにいてくれれば。風と共に去れ。風神。さて、本題に。実は言語道断、実に投げリーユエ七世。ゲイセン儀式の途中でセイ君が暗殺された後、儀式を見に来ていた一般旅人よ。我に一つ案がある。しかし、その近畿滅却の札、理水上そ
準備できたかな。おえいはおはバーバラ行くよ。えいバーバラ行くよ。
お姉さんが助けてあげる。想定内の不運だ。
って。仙人様、お助けください。お願いします。俺ら教団維持費用を。仙人様、どうか。お前は誰だ。どこか。こっちが聞いてるのに。あなたはちょっと慈悲深き仙人の使いをどうか。琥珀から掘り出した宝を売って家計の足しにしようと。だが宝を探すため山道に沿って登っていたら、もう怖くて怖くて。俺兄弟を助けたいが。オイラたちは仙人の使いじゃ。いや違いない。きっとあなたたちは離島が閉じ込められた琥珀はこの山のどこかにある。おお仙人がどこにいるか聞きたかったけど、あいつ今は兄弟のことしか頭にないだろうな。確かリトはこの古老山の琥珀に閉じ込められてるって言ってたよな。山道に沿って登ったらしいから。うん、オイラたちは山道に沿って下へ行こう。周りの琥珀に気を止めながら人探しだ。
俺は一体。そうだ、おまさか兄弟も俺のようにってことは、ありがとう。もうyou
千人の使いをありがとう。俺の兄弟を助けてくれて。ん？ああ、俺らも噂程度には聞いたことがある。この古老山は千人の敷地だって。でも俺らみ、ただと、おっと、これ以上千人の敷地でうるさくしてはいけないな。俺らは帰ることにする。本当にありがとう。オイラたち、本当に千人の使いだったらいいな。なんか、でもオイラたちは悪いことしてないし、多分三門嵐、戒めを受けさせた族。無知なる凡人よ、我が戒めをその身に受け。山に侵入し、山の琥珀、あの俗人どもは確かに戦意を知らぬかもしれない。だが、ひゃー、オイラたちにもちゃんと理由があった。禁忌滅却の札か。これがまだ昔。まずは詳しい事情。リーユエコーは手が届かぬ。テイクが暗殺されただと。しかも下船儀式の最中に。リーウェの、いや、この世界の誰がそのようなことを。我らはテイクンの律令に従いリーウェを守っている。だが一度この山の雑事を処理したら他の。知ってるぞ。あれは羽を草木に、唾液を滝に。そのような、この花、ここに。じゃあそのと、それの椅子には字が刻んであるな。ここに龍雲がいる。ここに紀州が座る。それ、帝君ってもしかして龍雲。そうだ、あの昨月畜養神君が言ってた仙人の中に。ってことはここはあの龍雲尺。でもしょうがない。そうだ、仙人って人参とお肉の